どうもー左手は添えるだけ。どうですかゴールデンウィーク終わって。あー、仕事めんどくせーみたいなね。もうマインドが、マインドがもうぐちゃぐちゃ。マインドというか精神、マインドぐちゃぐちゃじゃないですか。どうですか華やかなゴールデンウィーク。そして引き戻される現実 <laughs>、ね。うわ、ダリーみたいな。そんなあなたに、そんなあなたにですね、今回ですね、 えー、390円でお試しボックスっていうのを作りました390円ですよしかも1つあたりのコンテンツがなんと今回ね390円のお試しボックスには10個のコンテンツが入ってますつまり1個あたりのコンテンツの金額39円サンキ39円ですよ多分今まで僕いろんな商品出してきてるんですけど マジ1本39円ですから <laughs> 1本当たりの有料コンテンツ39円これはね多分初なんじゃないかなとで何のじゃあそのね390円の商品なのかっていうとまあこの前ね実はお問い合わせもあったんですけども僕 YouTube のメンバーシップでこっそりね R の部屋っていうのをやってるんですよでこれね一度も あの、セールスというかご案内したことがないんですよ。こっそりもうマニアックな人向けにね。めちゃくちゃマニアックな人向けに <laughs>、ピロッとね。まあ、勤務研究所も多分1話目、2話目、3話目みたいな感じでご案内したことないと思うんですけど、この YouTube のメンバーシップ今2つあるんですけど、まあ、一度もナムこういう感じで1話みたいなやってないと思います。まあ、たまに行ったりとかしますけどね。うん。だから今回はね、そのお試しですね。で、えっ、ー、と、うー 本来だったらメンバーシップに入らないと見れないコンテンツが今回のお試しボックスに10個入れましたんで、しかもその10個のセレクションがね、なかなかいいですよ。なかなか <laughs>。はい。で、まあ内容としてはね、音声教材でこう勉強していく、音声でこう学習していくっていう内容なんですけども、あのー、いいです。はい。なぜいいかっていうと、 僕がいいというよりかは、うこのウッチーさんっていう人がいてるんですけど、そのウッチー、まあ、レター見ていただけると分かるんですけど、ウッチーセレクションになってますから、ウッチーさんこれめっちゃ良かったみたいな。そう、実際にメンバーシップに入っていただいてる方のもう声、生の声をレターに入れてます。この、このコンテンツはこれが良かったみたいなね。うん。なんそれまあ見ていただいて、まあ判断していただければいいんじゃないかなと思います。 で、販売がですね、まあ、裏メルマガでやりますけれども、いつも通りね、えー、15、16、2日間限定です。来週の月か、来週の月か、えー、2日間限定で、このお試しボックスっていうのをリリースしますので、えー、興味あればね。あ、あとはそうそうあの、メンバーシップと違うところは、メンバーシップって課金じゃないですか。で、今回買い切りなんで、390円のお試しボックス、お試しボックスなんだけど、株とずっと聞けますんで、メンバーシップの場合はね、ずっとメンバーじゃないと聞けないよみたいな部分あるんですけど、なんでまあ、 考え方によってはすげえめちゃくちゃお得だと思います。うん。で、しかも厳選してる。今ね、40何本撮ってるんですけど、その厳選したを、うっちーさんの推薦のやつ10個入れましたんで。で、今回すみません、テーマとしては、マインドブロックの外し方みたいな感じで1話目しようかなと思うんですけども、マインドブロックね。で、この前ね、コンサル生からね、こんな質問があって、吉永さん、マインドブロック外すだけで金稼げるんですかみたいなね。 マインドブロック外しただけで金稼げるんですかねみたいな。なんかまあそういうのちょっとやりとりしてたんですけど。どうですかねマインドブロック外せたら稼げると思いますマインドブロックを外せたら稼げると思いますかお金を。多分ね、この質問の仕方だと多分あんま入んないと思うんですよ。多分ね。じゃあ、じゃあこういう質問だったらどうですかこういう質問だったら。今の、今の常識で稼げますか 今の常識で稼げますか。まあ、よくねサラリーマンマインド起業家マインドっていうのがあって起業家マインドにならないと稼げないよっていうことをよく言ったりとかするんですけどもどうですかね今のマインドで稼げますか今のマインドで今のマインドで起業できますかなんかその今働いてる会社 まあ、働いてるかちょっと分からないですけども、えーまあ、会社があるじゃないですか一般的に就職活動、まあ、僕も就,職就活しましたけどもね、まあ、散々でしたけどねでそのもう会社があるわけですよねで会社を作ってる人って、まあ、大体1人じゃないですか社長1人ですよね社長100人いますとかないですよね <laughs> もちろんその企業当時チームでやってますみたいな部分もあったりするところもあるかもしれないですけど代表取締役は大体1人じゃないですか まあ今は合同会社みたいなの出て代表社員みたいなくくりでまあ何人もいる場合もあるかもしれないですけど大体一人ですよね。何が言いたいのかっていうとね、世の中にこんだけ会社がまあまあ,まあ会社があってね、まあ1億何千万人いる中でね、起業する人。別にそう国がね、国があなたは就職してくださいっていう風うに言ってるわけじゃないんですよ。別に起業の選択もあるわけですよ。なんだけども同じその社会で生きてるのに 起業すする人はもう本当1割ですよね。あなたの会社の従業員の規模がどれぐらいかわからないですけども一体何百人一体何十人一体何万人ですよねだから一割なんですよここって本当にどうですかここの9割の常識で稼げますか9割の常識で起業できますか9割の考え方で、えー、なんか事業を起こそうとしますかまあしないでしょうね だからそのマインドブロックの外すっていうのは、まあ、いろんな切り口、いろんな言い方があるんですけども、わかりやすく伝えるためにね、まあ、セールスレターでも書いたんですけども、あの今の常識だとね、難しいよって話なんです。僕もビジネス勉強してきて思うことが、やっぱりね、その神田正則さんの非常識な成功法則みたいなのもあるんですけども、なんですかね、うーん、要は、 成功している人から上、まあ、成功している人からすると常識なんだけども、成功していない人から見ると非常識なんですよね。で、セールスセルターにアインシュタインの、僕、アインシュタインのやつもすごく好きなんですけど、あの常識っていうのは18歳まで身に,つけ身につけた偏見のコレクションであるっていうね、このアインシュタインのすごくこの言葉がめっちゃ好きなんですよ。で僕もビジネス勉強する前までは、その、 まあそもそもビジネスの常識もなかったしそもそもネットビジネスという常識もなかったのでまあ今はもう18年ネットビジネスやってるんでねネットで稼いで常識でしょうってあるんですよでもネッ,トネットで稼いでない人からするといまだにねいまだにこんだけインフラも整ってデバイスも整ってね,ね昔僕20年前なんかあのまだパソコンフロッピーだったりとかそういう時代ですよ20何年前はね 僕が学生の頃、大学生の時、あのコンピュータ室フロッピーディスクでしたからね。で、インターネットも ADSL、ヤフービー b b がすげえモデムが配られてちょっと普及してきたぐらいなんですよ。二十何年前。今どうすか ?LTE とかね。5G とかね。スマホみたいな。もうスマホなんかね、フロッピーディスクちゃうやん。もうギガス、なんかな何ギガとか。あ、違う違う。僕の iPhone も516ギガですよ。 今 iPhone でも 1TB とかも出てきたと思うんですけど、TB ってなんやねんみたいな。昔、昔なんかフロッピーディスクのやつはなんかメガバイトとかね。そう。メガバイトみたいなね。<laughs> もうテラバイトさ、今。どんだけ容量変わってんねんみたいな。光回線も出てきたしね。すごいです、今。で、こんだけ情報もデバイスも環境もあるんだけども、その昔と全然違うんだけど、いまだにね、インターネットって本当に稼げるんですかみたいな。 だからそれなんでそう思うかっていうと、そのそなんですかね、今までそのネットで稼い,だことがない稼いだことがないわけじゃないですか。だか今までの常識っていうのは、ね、アルバイトに行きます、面接に行きます、で面接をします、内定をもらいます。 うん、バイトだったらタイムカードを押します労働をしますそして、えー、お疲れ様でした給料をもらうみたいな話ですよねでそれが常識ですでその常識の中でネットで稼ぐ常識はないわけでしょうだから非常識に見えますよねだから怪しいと思うんですよねじゃあ怪しいと思っている信じていない疑っているこの状況で全突破できますもう一度ですね怪しい。 疑っている何すか自信もなんか自信というかなんかそのうなんかそういう状態で全突破できないでしょ、うん、だからこっちで生きていきたいんだったらネットで稼いでね自由な暮らしをしていきたいんだったらここを100%にしないといけないじゃないですか。 もう一度すね。ネットで自由な生活をしていきたいんであるならばネットの世界で稼ぐっていうことを100%にし,していかないといけないんだけど多くの人はこの常識の中で動いて常識の中で今まで生きてきた常識の中で物事を判断してああどうしようかなこうしようかなみたいな話ですよねだからねこれはね常識の転換が必要なんですよねまあ言葉を変えるならばマインドブロックを外すってことですね常識を今までの常識から一つ抜けるっていうね 昔ね、100なんかフレームの外し方みたいななんだっけななんかいい本があったんですよでそこでそのすごく面白いのが多くの人ってのはこのフレームの中に入ってるとこのフレ,ームという上フレームという表現がうまいなと思ったんですけどもこのフレームの中で入ってるとだからここのフレームの中でいくら考えたとしてもこのフレーム内なんですよだからそれここのフレームの常識の中でいくらどれだけ考えてもここのアッパーがあるんですよね これのみの話とかもあるんですけどね。のみっていうね、なんか虫さんというか、なんかダニというか、ね、あるんですけど、なんかその、ここの天井だとノみはここまでしか飛ばないんですよ。だけど、この天井をこうすると、実はもっと飛べるみたいな。何が言いたいのかっていうと、ここのアッパーを決めてしまうと、どれだけ頑張っても、ここアッパーなんですよ。まあ、ブロックを外すのか、じゃあそのね、飲みさんのその上のブロックを外したら、ビヨーンっていっちゃうわけですよ。<laughs> 俺、スーパージャンプみたいな。いや、もともとスーパージャンプできたんだけど、みたいな。<laughs> ここがブロックあるからね、飛べない、みたいな。なんか、常識がここに、もう天井がこの常識だったら、どれだけ考えてもここで止まるんですよ。いや、やめとけ、とかね。で、周りからの、うん、しかも周りも9割の常識じゃないですか。今更 YouTube やってんのとか。ね。もう YouTube 終わっこんだよ、とか。てか、一部の人でしょう。YouTuber って。え、今からやって日キンになれるんですかとかね。 それは9割の人の考え方ですよね。で、9割の人の考え方の中で、自分も9割であり、周りも9割。なかなか稼ぎづらいですね、これね。<laughs> なんで、この考え方っていうのを、その、まあ、今までの常識を外していく、ブロックを外していくっていうことをやらないと、稼ぐっていうのは非常に難しいです。マジで。僕もいろんな勉強しましたけどね。 まあもちろんですよ。マインドブロックを外しただけで稼げるかっていうとそうではないですよ。でも要素としては必要ですよって話です。だってマインドブロックを外しても集客ができていません。商品売れてません。アクセスが来てません。アフリエイトやるんだったらアクセスが来てません。コンバージョンしてません。それは売り上げ作,作れないですよね。だけどマインドブロックを外すことによって今まで非常識だと思っていたことが、あなるほどってなるとやりやすくないですか 先ほども言った通り、疑ってるのにやりづらいですよね。疑心暗鬼でやりづらいですよね。でも、ある程度、光が見えてたらやりやすくないですかどうですかなんかね、昔ね、僕ね、あの、面白いなと思ったのが、お笑い芸人さんの、あの、一番何が辛いですかみたいな。一番仕事でお笑い芸人で何がしんどいですかみたいな。ちょっと、芸人さんの名前忘れましたけど、その芸人さんが言ってたのが、いや、一番辛いロケが、 終わりが見えないロケですみたいな。もういつ終わるのか分かんないっていうロケがもう本当に苦しいですと。どう、どうですかね。終わりが見えないと辛くないですか。でもある程度光が、あこうやればこうなるんだなっていう光が見えれば、やりやすくないですか。だけどこれブロックがあると見えないですよね。だって疑ってるし、不安だし、なんかいろいろあるわけですから。だらブロックを外して光を解放するみたいなね。なんか宗教みたいですね。ブロックを外して光を解放するみたいな。光を入れろとか。 あこれ結構いいななんかこのブロックがあってブロックが閉じてるとこや暗闇ですよねでもこのブロックの上をこうパカッと開けると光が入ってくるっていうねあ,あそこの池がみたいなちょっと宗教みたいな <laughs> いやでもねこれねほんと結構大事ですよメンタルあのマインドブロックはほとんどまあマインドブロックっていう言い方がなんすかねちょっとなんか勉強してない人からするとちょっと宗教っぽく聞こえるかもしれないですよね でもこれを常識を外すっていう風な言葉の転換をした場合まあそこまで怪しいですか常識を外すっていうのはどうですか今までの常識を外す取っ払うどうでしょうかまあこれいろんな言い方伝え方があるので <laughs> まあ大体一緒なんですけどただ言葉が変わるとね伝わり方が変わるんで だから伝わり方が変わるってことは伝わる人が変わってくるってことですね。だマインドブロックを外すという伝え方をすると伝わる人もいれば怪しいと思う人もいるしでも常識を外しましょうっていうとなんとなく常識が確かに今までの常識だと稼ぐのはちょっと難しいかなって思ってくれる人もいるだろうしね。うん。まあでもまあ僕18年やってますけどもまあ普通のサラリーマンマインドじゃちょっとね 申し訳ないですけど、一人で稼ぎ続けるっていうのは、難しいですよ。無理ではないかもしれないけど、めちゃくちゃ難しいと思います。例えばですよ、サラリーマンマインドの典型的な考え方ってどういうのかっていうと、やったらもらえるって話なんですよ。会社に行って、ちゃんと出社して、まあ、ある一定の仕事をこなせば給料が入ってきますっていう、やれば金がもらえるっていうね。まあ、一つあるじゃないですか。アルバイトもそうですよね。 タイムカードを押したら給料がもらえるっていうのがそうじゃないですか。だからタイムカードを押しますよね。じゃあ、その、どうですかタイムカードを何回も押しても、ちゃんと無遅刻無,積無,無欠席でタイムカードを押すじゃないですか。で、お疲れ様ですって切るじゃないですか。で、またタイムカード切るじゃないですか。で、給料もらえないバイトがあるとするじゃないですか。ちょっとわかんないかもしれないですけど、<laughs> そういうバイトあんまないんでね。タイムカードを押します。 あ、今日もお疲れ様です。って。で、1ヶ月後ね、あ、俺、いくら給料入ってんだかなって。給料明細、0円、みたいな。なねみたいな。詐欺みたいな。<laughs> ね、どうすかそれでも、それでもあなたは働けますかそこの、まあ、そういうコンビニのバイトはないと思いますよ。まあ、そういうコンビニがあったら問題になると思うんで。<laughs> ないとは思いますけども、働き続けられますかそれでも。まあ、無理ですよね。でも、起業家の人ってそうなんでしょ 起業家の人って給料を担保されてないですからね。もう一度言ってますね。起業家の人たち、あなたの会社の社長成、成功が約束されていた、会社の規模が大きくなることが約束されていた,あなたがし、あなたがちゃんと働いてくれることが約束されていたからあなたを雇ったんですか。全部違いますよね。採用してもすぐ辞める,辞める人もいるし。 採用しても全然ね、サボって働かないやつもいるわけじゃないですか。どうですかあなたが会社でサボってるんだったらね、面接の時は、いや、一生懸命やります、みたいな。いや、御社のこういう経営理念に憧れましたって面接してね、入ったけど、5年後ね、ダリーナみたいな。じゃサボろうぜ、みたいな。じゃタバコ吸いに行こうぜ、みたいなね。<laughs> 就職詐欺っすね。<laughs> 頑張る詐欺っていうね、<laughs> やるやる詐欺みたいな。御社で頑張ります、みたいな。 どうすかでも、そう、そんなのも分かって採用してるわけじゃないですか。そのわ分かんない、分かんないですよね、そんなの。ね、気持ちが変わるかもしれないし、もしくは独立するかもしれないし、転職するかもしれないし、分かんないですよ。そんな中、あなたを採用したりとかもしてるんですよ。会社はね。社長もそうです。社長も成功するか分かんないけど、起業してるんですよ。ね約束されてないんですよ。どうですか だから、つまり、タイムカードを押してき、押して、給料をもらえなかったとしても、事業をやってるわけですよ。で、お金がなくても、銀行から借り入れして、プレゼンして借り入れして、引っ張ってきて、投資家に頭下げて引っ張ってきてとかや、いろいろやってるわけですよ。昔ね、会社は学校じゃねえっていうね、ドラマがあってね、アメバ TV だったかな。めちゃめちゃね、ちょっとね、続編はあんま面白くなかったんですけど、一番最初、超面白かったですよ。あの土下座してね、スパゲティ食えと。スパゲティ事件ですよね。 投資家の人たちにお金くださいみたいなお金くださいとかって投資してくださいっつってこれ食えるみたいな食えるみたいなスパゲティボンみたいな床に落ちてねで食うんですよで仲間も食うんですよねでその投資家の人がお,お前はすげえ仲間持ってんなと仲間も食うってまあ、まあ、まあねえぞとじゃあお前は何かあんだろうなとお前についていきたいっていう何かお前には持ってるんだとじゃあ金貸してやるよみたいな どうすか落ちたスパゲティ食えますか、まあそれはもう分かりやすいねあれはすごく分かりやすく表現してるんですけどもでも極論を言うとまあそ,うそれぐらいのなんですかねマインドというか考え方がないとその稼ぐ自分で稼ぎ続けるもしくは大きな成功を得るっていうのは非常に難しいと思います。特に稼ぎ続けるっていう部分ですねこれでも大変なんですよ。 稼ぎ続けるっていうのを要は稼ぎ続けるってことは何かっていうと事業を安定させないといけないんですよね。サービスを安定化させるもしくは新しいサービスを展開していく新しい新商品を投入していくそれを続けるっていうことなんですよ。でもマインドがないと続けられないですよ。新製品投入できないですよ。特にコンテンツビジネスあるあるなんですけども結構その商品みんな作んないんですよね。 僕なんかももうガンガン商品作るんですけど、どうですかね普通のリアルのね、会社って、まあ、iPhone 使ってる人多いと思うんですけども、iPhone も毎年ね、なんかその Apple 発表会して新製品投入してるわけじゃないですかで。はっきり言って、iPhone を作るよりコンテンツを作る方がめちゃめちゃ簡単じゃないですか。iPhone 作れますでもコンテンツは勉強すれば作れるんですよ。でも iPhone を勉強したとしても、こう一人で作るってむずないですか 鉄どうするんですすか <laughs> チップどうやって作ります <laughs> でもね大企業さんとかはね新商品と市場に投入するわけじゃないですか個人レベルで作れないものを投入してみんなで開発して作ってるじゃないですかでそれがビジネスなんですよ例えばアップルがアップルがですよスティーブ・ジョブズが1回,1回パソコンを作りましたでそこで、まあ、マッキントッシュですかマッキントッシュを作りましたそっからの30年20年一度もアップデートせず 会社は存続できマッキントッシュ作りました。あのね、なんか最初なんかす、なんかすごいあれですよね。なんか昔のやつですよね。<laughs> じゃあそこから何も開発しません。アップデートしません。え、アップル成長できますか最近ね、そう、知ってますアップルが銀行始めたんですよ。で、4.5%ぐらいなんか出すみたいな。金利ね。アップルがついに銀行始めたかみたいな。すごくないですか でなんかもう1000億以上集めたらしいですけどね。1000億。え、もともとパソコンや、パソコンですよ。ね、今、AppleWatch とかねあの、いろんな製品も作ってますけども、銀行も始めてるわけですよ。だから普通の会社ってそうなんですよ。新規事業やるか、もしくは既存の事業をよりカスタマー強めたりとか、安定させるためにこうやるとかね、な何かしら試作していかないと、時代は変わっていくし、世の中のニーズも変わるわけなんで。 いいいいいろろやっていかないといけなとけだけど、まあ、みんなやんななやいっすね <laughs> 僕からするとコンテンツビジネスって勉強して作れるようになればあとははっきり言いますはっきり言うけど面倒くさいか面倒くさくないかぐらいのレベルなんですよだからこの前ねコンサル生にねこれもなんかいろいろちょっとアドバイスしてたんですけど「吉田さん得点つけた方がいいっすか?」みたいなね「いやそれつけた方がいいに決まってるじゃん」と。 って言ったんですよいやいや、<laughs> 事の発っは、まあコンサル生から言われたんですよ。得点つけた方がいいですよ。いいですかねみたいな。いや、それはつけた方がいいに決まってるじゃん。お客さんからしても得点があることはないか、あった方がいいよねって。うん。でもね <laughs>、いや、吉田さん、もう塾に全部得点つけちゃってるんで、ないですよ、みたいな。え、じゃあなぜ質問したみたいな。<laughs> まあそっか、いろいろこうやりとりしてね。まあ、結局、得点は作れたんですよ。 うん、で、そのコンサルでも言いましたけど、まあそ、それの心理って、まあ、ぶっちゃけめ,かめんどくさいっていうね。<laughs> まあ、僕もやってるんでわかりますよ。めんどくさいこともありますよ。新しく新商品作るの、めんどくさい部分もありますよ。ね、起きるのもめんどくさい時あるじゃないですか。どうすか、起きるすらめんどくさい時あるんですよ。あ起きたくねいな、みたいな、ダリーな、みたいな。ただ起きるだけなのに、ただ起きるだけなのに。<laughs> いろいろめんどくさいことありますよ、そりゃ。 だけど、僕からすると iPhone 作るよりコンテンツ作るの簡単やんと。これ、これすらできないんだったら、何甘えてんだみたいな考え方があるんですよね。だって実際そうじゃないですか。これ僕作れないですよ。逆立ちしても、逆立ちしたら作れないですけど、逆立ちしても iPhone は僕作れないですけど、コンテンツは作れます。この動画も作れます。うん。まあまあ、考え方が本当大事なんで、ブロックを今の常識で、 稼稼げげんのかかっってて言われるととますかっていうところですねでもしそこが確かにな今の常識じゃちょっとさすがに稼ぎ続けるのは難しいなとか思ってるんだろうならば今回ね390円1個39円ですから <laughs> でずっと買い取りなんで買い切りなんで聞き放題ですよ。で僕自身もそのマインドをこう変えていく考え方意識を変えていく上で何やってたかっていうとザー ずっと音声学習ですよ。ずっと音声です。四六時中音声聞いてました。まあ今もね、隙間時間は聞いてますけど、もう忘れるしね。人間の後忘れるんですよ。聞いても。だからね、入れ続けないといけないんですよ。大変ですけど。まあでもビジネスもそうですよ。市場のマーケットを見続けないといけないですよ。変化を。お客さんのニーズを見続けないといけないですよ。聞き続けないといけないですよ。お客さんの声を聞き続けないといけないです。 なぜならば、お客さんに商品サービスを売るから、お客さんが今どういうものに興味があるのか、どういうことに困ってるのか、それを聞き続けないといけないですね。一緒ですよ。うん。はい。まあ、いろいろ申し上げましたが、結構喋りましたね。マインドブロックね、外しましょう。外したら稼げるかっていうわけではないけども、外さないと無理だよねっていうお話です。<laughs> そう。外さず。 はずマインドブロックを外さず、外さず、今の常識のままで起業できますか。いや、吉谷さん、多分ね、これを言うとね、まあ、サラリーマンの考え方だと、いや、吉谷さん、いや起業してこうし失敗したら、生活どうするんですか、誰が保証してくれるんですか。っていう考え方ですよね、大体は。いや、確かに、まあ、起業したいし、自由になりたいし、自由になれるんですよ。 会社辞めて自分で起業できるわけですよ。で、昔と違ってね、1円でも企業、会社作れるんですよ、今。昔は有限会社、株式会社300万、1000万ぐらいだったかな。資本金がないと、ある程度の資本金がないとダメだったんですよ。でもこれは法が改正されて、1円でも会社作れるようになったんですよ、確かね。1円ですよね。まあ、1円で、まあ、資本金1円の人は少ないと思いますけど。でもね、僕ね、僕の会社、今僕も会社作ってますけど、合同会社ですね。で昔合同会社もなかったんですけど、 あの合同会社、まあ、これね、アマゾンも合同会社だし、アップルも合同会社なんですよ。で、株式会社と合同会社は大したあの定款変わんないですよね。で、定款しかも合同会社の方が定款1ページでいけるんですけど、あと安いっていうね。まあ、それは詳しいことは税理士、司法書士さんとかに聞いていただくといいと思うんですけど、あのとりあえず、あの1円とか、あ,あ、すうません僕の会社1万円ですから、資本金。どうですか、1万円で会社作れるんですよ。 資本金1万円でどうすか、はい、?1 円でもいいかもしれないですけど、一応ね、1万にしました、僕。<laughs> 1万円。<laughs> 資本金1万です。1万円です。1です。それで会社作れますよ。で、あとは、もう司法、僕は司法書士さんに全部丸投げしましたけども、丸投げせず自分で勉強して、定款とかなんかいろいろ作ったりとかしてやれば、すげえ安く作れるだろうし。うん。だから、紙代ぐらいじゃないですか。 やろうと思えばできるんですよ。自分で会社すぐ作れるんですよ。やりますやらないですよね。自由になりたいのに自分の会社作らないですよね。自由、自由、自由俺会社って作ります作らないですよね。自由株式会社作らないですよね。自由合同会社。自俺自由合同会社作ります作らないですよね。自由になりたいのに。選択はあるんですよ。しかも1円で会社作れます。別に会社辞めたっていい。 選択は自由ですでもその選択を取れないのはなぜですかその選択を取れないのはなぜですかそれは今までの考え方常識のフレームの中でいろいろ考えてああでもないこうでもないやってるんじゃないですか、まあ、この辺にしておきましょうか <laughs> 結構一話一話目からブーストブートアップですね結構で、ね、考え方は僕好きなのでマインドがね マインドオタクと言っても過言ではないですけどでもなんでマインドオタクになったのかっていうと最初からこうじゃないんですよ勉強すればするほどですよ勉強すればするほど成功してる人の考え方とうまくいかない人の考え方が明らかにこれちゃうなっていうことが身に染みて分かったわけですよしかも現場レベルもそうです お客さんでも全く初心者の状態から稼げるようになる人と、全くの初心者の状態から稼げない人の考え方、間違いなく違います。間違いなです。もう100%です。100%です。で、それが分かったんで、めっちゃ大事やんと。ことが分かったんで、あの、なんですかね、勉強、いまだに勉強したりしてますけどね、考え方に関しては。忘れるしね。な吉田松陰さんの僕は言葉も好きで。 これはちょっと難しいんですけど吉田松陰って幕末の時に何かすげえ人がいるんですよ吉田松陰っていうねでその人があのなぜ学ぶのかっていう問いがあってねこれはあの「覚悟の磨き方」っていう本の中にの一節なんですけどもあのなぜ人は学ばなければいけないのかっていうのがあるんですよで吉田松陰はねこう説くんです僕たちはあの思いやりとかね優しさっていうのは僕たちは本来持ってますとだけど 大人にになるにつれて忘れてて忘いくんですと、本来持ってるんですと。ねなんだけども本来持ってると。だけど大人になっていくと忘れると。で吉田松陰はこう言うんですよ。僕は忘れ,な忘れないためにね、そんな気持ちを忘れないために学び続けますと。だから忘れないために学ぶっていうね。吉田松陰すげえみたいなね <laughs>。だから僕もそうです。 今まではし知らないこととか知って知らないことを学ぶって新しい知識を入れるっていうことが学ぶっていうことだと思ってたんですけど忘れないために学ぶってすげえなっていうでもこれも学んでるからそれを受け取れたんですよねいろんなことを学んでたからその言葉がすごいなっていう感じれたんですよでもこれ学んでないと多分ポカーンなんですよどういうことみたいな学んでない人からすると新しいノウハウ新しい情報 新しい稼ぎ方、最新のノウハウ、それを先行者利益で早くやらないとみたいな話じゃないですか。悪いことではないですよ。悪いことではないんだけども、<laughs> まあ、いろいろ勉強してください。そうすると、まあ、真理というか本質というか、うん、そういうのが見えてくるんじゃないかなと思います。逆に言うと、本質まで行ききらないと、ずっと表面上の氷山の一角のね、上辺の情報で右往左往する人生になってしまうと思います。 で実際今回、まあ、そのウッチーさんのね、えー、推薦の言葉をちょっと入れたんですよでウッチーさんも実はあの脳汁人生を送っていましてもう根っからのノウハウコレクターだったわけですよ逆に言うとあのギラ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 ,ギ,ラギ,ギルガメシュナイトみたいなねギルガメナイトみたいなレターを見て脳汁を垂らして買ってたんですよなんだけども このマインドですよね。思考を整える。あと、ブロックを外す。まあ、いろんな僕の教材をずっと聞いてね。まあ、あの、R の部屋にも入っていただいてるんですよ。で、ずっと聞いてることによって、もう今変わりました。もう全然、昔、昔のウッチーさんと今のウッチーさん、全く違います。全くです。全くです。まあ、これはウッチーさん自身も言ってますけどね。昔と今の変化。 いろいろなものの見方が変わった、考え方が変わった、捉え方が変わったっていう話ですね。うん、だから、ウッチーさんが今後、レターを見て、脳汁を垂らして決済する、まあそういうギ,ラギ,ギリガメシュナイトみたいな商品を買うことは、多分今後一生ないと思います。でも、それ考え方が変わっていなければ、多分今も、そういうレターを見て、ワクワク、脳汁垂らして、こう、はあ、簡単に儲かる、これだったら、みたいな、買ってたかもしれないですね。だつまり、 かなり節約されましたね <laughs>。かなり得を積んでますね。うん、いいっすかね、この辺で <laughs>。30分か。いや、結構、バー喋ったな。2番目どうしよう。まあい、いや、まあな、なんか出しますんでそ。絞れば出るんで大丈夫です。<laughs> で本当ね、これね、マインドブロック、マジであの、外すのすげえ大事なんですよ。 ではず蓋が外れただから学んで蓋が外れたとしても戻るんだよ。戻っちゃうんですよ。まあ忘れるという表現かもしれないですけどね。蓋が一回勉強してな、ね、い。なるほど、そういう考え方があるのか、パカーンえーってまたさ、ね勉強しないとこ落ちるんで <laughs>。これが人間妻つうのは厄介ですね。なんで、人間妻つうのは厄介なんで、まあ、そのうち僕はね、人間は デジタル化になると思うんですけどね。VR の世界で生きるみたいな。もう思考もマインドも何も必要ない。みたいなね。もうも,しも,もはや、あの、メモリーがあってね、この考え方、1000円とかね、そのチップを入れると、その考え方になるみたいな。だからデジタル化になるわけですよね。バージョン、なんかパソコンもメモリーアップすると、その許容、その処理できる、マルチタスクで許容、あの処理できるのが変わるわけですよ。 例えば、この Mac のパソコン、まだ話終わんないですね。この Mac のパソコン、今、64GB 積んでるんですね。で、今のパソコンだと、なんか Apple のプロとかだったら 100TB とかいってんのかなまま。まあ、たいまあ、8GB は少なくなってきたかな。メモリの話ですよ。たいまあ、8GB、16GB、32GB。で、64積んでると、まあまあ積んでるよね、と。 ですけどでこれも、まあ、パソコンやってるんだったらわかると思うんですけど例えば昔ね XP 時代とかね4ギガとかね2ギガとかだったんですよメモリーが。でそうするとタブでねインターネット上を開いてこうタブでこう出していくと固まるんですよ。 メモリーの容量が少ないから、そのメモリーの容量が少ない中で、マルチタスクで作業するとなると、パソコン固まっちゃうんですよね。でも、メモリーの容量が多いと、マルチタスクでいろいろやったとしても、サクサク動くわけですよ。わかりますだからこれも人間の脳に置き換えるならば、この容量ですね。容量、このまあ箱の話もしましたけど、メモリーが2ギガですと。メモリーが2ギガの状態で、すいません、8ギガの作業できないです。<laughs> 多分ね、メモリー2ギガで 4K の動画編集できないですね。多分できない。絶対できないじゃないですか。できると思います。あすいません、パソコン詳しくないとわかんないかもしれないですけど、メモリー2ギガです。4K の動画編集できます。多分ね、秒で固まると思いますよ。多分。無理ね。だから 4K の動画ファイルってそもそも容量めちゃめちゃ大きいので。 まあそもそもね、XP 時代、その 2GB とか 4GB の時代に 4K ファイルっていうのはなかったですけどね。4K っていう概念がなかったんじゃないかな。まあ今はね、8K とかね、16K も出てきたのかな。うん。なんかね、YouTube も 8K まで対応してんのかな、今。だから今後ね、まあ 4K も主流になってきてるじゃないですか。もう iPhone でも4これでも 4K 撮れるんですよ。どんどんで、どんどんデータ量っていうのはめちゃめちゃ大きくなってるんですよ。だからそれに対応する、 まあ性能ですよ、ね、容量ですすよよねね容量昔は昔のパソコンっていうのはねだからそのメモリーもねメガバイトだったわけですよで記録できるのもメガバイトなもっと下なんだっけなちょっと忘れましたけど、うん、でもっと言うともうこの辺でお笑いし,しておきましょうか今ってね今って昔に比べると何が変わってます昔に比べると何変わってます 圧倒的な情報量が変わってます SNS、Twitter、Facebook、Instagram、TikTok、まあ、YouTube、まあ、ありとあらゆるインターネット上の情報、めちゃめちゃ増えてます、昔に比べると。で、それを浴びるように僕たちは見てます。つまり、処理、昔はそんなに情報なかったから、処理はこれぐらいだった。情報の量っていうのはこれぐらいだったんですよ。 で今、情報の量、こんだけあるんですよ。で、こんだけある情報量をね、2ギガのスペックで対応できないんですよ。だから、今の時代っていうのは、特にそうなんですけど、あの情報が多いわけなんで <laughs>、自分のスペック高めていかないと、外してどんどんこのフレームを高めていかないと、生きづらいですよ。もしくは、もしくは情報を一点に絞るか、どっちかなんですよ。でも、これ、一点になかなか絞れないですよね。 いろんな SNS あるし、いろんな情報あるし、つければいろんな、なんか,か LINE やっててもね、なんかいっぱい、なんか LINE ニュースとかなんかポップで出てきたりするわけじゃないですか。ポップポップですよ。スマホいじってたらもうポップ広告ボンボン出てくるわけですよ。だからスマホからは逃げられないですよね。だからスマホいじってれば勝手になんか出てくるんで、情報がね。昔に比べると僕たちっていうのは非常に情報の、その、見る量が増えました。なんだけども、こっちのキャパっていうのは、 増やしてないんですよだからパンクするんです、まあ、いろんな切り口で言ったんですけどなんとなく大事夫伝わってます、まあ、ここまで見てる人はなかなか濃いと思いますけど <laughs> いやほんと大事ですからねマジでめちゃくちゃ大事なんだけども大事なんだけどそうあこの前ねまだ続くのかって話なんですけどその R の部屋ってどうなんですかって質問してき,き,きたんだね 質問してくれた人がいたんでまあこうですよとでせっかくなんでじゃあセールスしますっていうセールス一応ちょっとしたんですよ、ね、興味あるっぽかったからまあ入ってないですね <laughs> だからいや僕もねなんかねまあその切ないんですけど本当に大事なものって売れないんですよで今回は売りやすいように買いやすいように、まあ、390円にまとめましたけどいや390円ぐらいちょっとちょっと覗いてみてくださいマジで超大事なんで 超大事なのがこれですからねでもねまあこれはドリアカの講義でも言ってるんですけどやっぱりハウツーなんですよねいや吉田さんそういうのじゃなくてこうやったらこうやってアクセスが来てこうやったらこうやって売れるってものが欲しいみたいなねいやもちろんそれも大事ですよ大事なんだけどここも大事ってことですパッ何すかね、うん、パソコンのソフトも大事だけどパソコンのスペックも大事だよねって話ですよねうんだからハウツーですよねじゃあソフトハウツーをソフトとしましょうか じゃあすすごいハウツーソフトがあるとしますでも自分のそ,そのソフトを動かすねパソコンがクソ弱いメモリーが2ギガしかないじゃあアドビ e プレミアムいいソフトがありますね2ギガじゃなかなか動かないですよ多分 <laughs> だからまあ卵が先か鶏が先かっていう話にもなってくる部分あるんですけど、まあ、このマインドを外すっていうのは非常に大事なんで、まあ、今回ね390円で買い切れてずっと聞けますんで まあ、よかったらまあ今回2日間限定ですけどねあの、お買い求めいただければいいんじゃないかなと思います。はい。えー、裏メルマガの方でご案内させていただきますので、えー、5月15ですね。5月15日、まあ、ちょうど5月の半分の時です。15、16、2日間で限定で390円です。2日だけです。はい。まだ裏メルマガ登録しない,という方はこの YouTube の下に入れておきますので、登録しておいてください。では。